こんばんは、真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間です。私、書家で写真家の富永康弘と申します。好きな言葉はこんばんはです。こんばんは。こんばんは、音楽家の森翔司です。好きな言葉はライトフライです。ライトフライ打ってますね。ポップフライが多すぎる最近。高校野球も予選が盛り上がってますけどね、はい。森翔司君は昔野球をやってたってね。そうですね、はい、はい、で僕ね、こう見えてあれなんですよ、高校と大学の時はラグビー部だったんですよ。ラガーマン。ラガーマン、はい。まあ、よく見えないね、ちっちゃいね、細いねって言われますけど、まあ、確かによく吹っ飛ばされてましたし、今も吹っ飛ばされてるんですけども、はいはいはい、今も？お、今も？いい質問だね。ね、最近ちょっとまたやってるんですよ、ラグビーを、はい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 、クラブチームに入れてもらって、はい、まあね、何分かだけでもちょっと試合に出させてもらったりもして、はい、そんなことしてるんですけども、この間あれなんですよ、はい、ちょっとした大会に参加させてもらったんですよ、はいはいはい。でまあ、僕もちょっとね、まあ、ほんのちょっとだけ参加させてもらったりして、はい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 、まあ、楽しいななんて思って、で終わりまして、その後飲み会に行ったんですよ。はい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 。一次会、はい、そして二次会、おお、そして三次会。ラガーマン強いですね。いやいや、それでね、はい、終わって、まあもうだいぶ出来上がってますわね、私もね。はいはいはい、はい、で帰りにコンビニでアイスとかさ、飲んだ後のアイスうまいんですよね。ジュースとかさ、はいはいはい、買ってさ、はい、これを食べるぞ飲むぞと思いながらですね。はいはい。家路に着いたわけですよ、はいはいはい。で私の家は、はい、道路に面した2階の角部屋なんですね、はい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 。カン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 と階段上がって、はいはいはい、カチャカチャと、はい、ね、やってたところを下からね、はい、誰かが呼んでます。呼んでいる。呼んでいる、はい、すいません、女の人ですよ、はいはいはい、なんですか、はい、なんですか、何言ってるか分かんないですよ、はいはいはい、でも違うから多分、うんうん、違いますよ、はいはい、でもなんかまだしばらくいるから、はいはい、ちょっと降りてったんですよ。勇気ありますね。もうそのさ、買ったばかりのアイスとかジュースとかもその玄関も開けずに置いちゃって、はい、何言ってんだと思ってね、うん、そしたら、若いんだろうな、女の人が、はい、自転車に乗ってるね、女の人が、はいはいはい、泣いてんの。おお。あらと思って、どうしたのかしらと思って、はい、話を聞いたら、はい、犬が死んじゃって、お、うん、もうどうやらひどいペットロスの状態にあると、はい、であなたのことを、はい、どっかからか ついてきたっていうわけですよ、ね、怖い。ついてきましたって言うんですよ、はい、でついてきたって言われても、はい、それはちょっとどうすることもできないじゃない、はいはい、ね、はい、ついてこられても、はい、で自転車乗ってるから、はい、お家近くなんですかってね、はい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 、その自転車を押してあげますから、はい、家まで送っていきますよっつって、はいはい、紳士だな。でも酔っ払ってもいるからね、はいはいはい、普通だったら無視したかもしれないけど、はいはい、そのね、まあ押してってる間に、はい、もう結構その感情がさ、はいはい、どうなってるか分かんない。もう泣いてるし、はいはいはい、犬が死んだ話するし、はいはいはい、俺のこと神様って呼ぶし。まあ確かに私は宮崎県の高千穂町というところの生まれで、はい、ね、神様がバンバンいるところですよ。もう本当にちょっとね、パワースポットすぎてやばいぐらいの。だってもう牛尾と虎でもね、はい、西の長の住むとこですからね、はい、そうなんですか。そうですよ。まあそれはね、私もそういう神様オーラ出してたのか、ただ単純に髪型だけの問題でそう言ってたのか、それは分かりませんが、はいはい、もう犬が死んで泣いてる俺のことを神様と呼ぶ、はい、もうこれはもうどういう状況か分かんないけど、もうぐでんぐでんなのかバキンバキンなのか分かんないですけど、結構メンヘラだこりゃ、メンヘラだこりゃ、メンヘラだ、メンヘラだこりゃってね、イカリア長介さん、長さんが出てきちゃった。イカリア長介さんも昔よく言ってたじゃないですか、メンヘラだこりゃと、メンヘラだこりゃと思ったから、次行ってみよう、次行ってみようと思って、その次はあなたの家ですと、はい、家まで送ってたんよ、はいはい、とりあえずね、はいはい、で途中でさ、コンビニでさ、はい、タバコ
を買ったんですけど私、はいはいはい、同じのサイト同じの買ったりして、はい、吸うのかと思ったら吸わなかったりして、はい、うん分かんないね、声声こんな状態ですわ、はい、で、何百メートルだったかもうちょっと分かんないんですけど、はい、ここですって言って部屋真っ暗で、はい、あの この1階ですってこれで任務完了と思って、うんはい、解放される解放されると思って、はい、さあ帰ろうと思って、はい、急ぎ足で帰ろうとしたら、はい、走って追っかけてくるわけです、その女の子が、女の人が怖い、ね、電話番号教えなさいよって言ってくるわけですよ。うね、はい、いやちょっとそれはできないと言いました、はいはい、でもなんかこう結構、ね、食い下がってくるから、はいはいはい、そこに自販機あったから、はい、分かったじゃあこうしましょうとお水買って一緒に飲みましょうと、うんはいはいはいね、ちょっと落ち着きましょうと、はいはいはい、そこへんの民家に座り込んで民家の軒先みたいなところに座り込んで、はいはいはい、軒先というかあの塀の前みたいなところに、はいはい、でまあ、そこでまあちょっと喋ったわけですよその女の人と、はい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 、まあそのどうやら事の真相としては、はい、あのペットロス、はい、1ヶ月も前に犬が死んだのに、はいはい、まだこのペットロスが止まない、はいはいはい、そして何より彼氏が同じぐらい悲しんでくれないことが一番悲しいんだと、はい、何言ってんの本当にいうようなことを言ってるわけ、はい、でもね、うんそれに関しては、はい、まあ悲しみの分量なんて人それぞれじゃないかですよ。でも、はい、分からんでもない話じゃないか。まあね、ね、うん、そのこんなになんかその彼氏さんの元彼女ちょっと説明がちょっとあやふやな部分もあったんだけど、はい、彼氏さんの元彼女が飼ってたのを引き取ってで今のその方とその彼氏さんで飼ってて、はいはいはい、死んだからだからその元々愛情がないんじゃないかみたいな話もしつつ、うんはいはいはい、あなるほどねってあ実は俺も何年か前に飼ってた猫ちゃんが死んで、はい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 、すごい悲しかったんだよ、うん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 、だからしばらく寂しかったよっつって、うんうん、いつまで続くんですかって言うから、うん、だってもう1ヶ月も続くんです寂しいんですよっつって、うんうん、まあ言っちまえばずっと寂しいですよという話をしたわけです。そしたらなんかで俺このね、携帯のカメラロールの中のその猫が死んだ時の写真とか見せて、はいはいね、ほらほら死んでるよこのでもかっこよく死んでないとか言って、うんうん、綺麗に死んでるでしょ、うんうん、気品高い死に方してるでしょ、うん、みたいなことを言ったわけです、はいはいはい、そうですねなんかキュッとしますねみたいなこと言って、うんうん、死に様がね、はいはい、ポーズが ね、はいはい、ね決まってんねみたいな話をして、うん、そしたらその子が犬の黒いチワワの亡くなった写真とか見せてくれて、はい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 、ああ可愛いねって、はいはいはい、どうやらそこは嘘じゃないんだ、はい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 、まあそうこう喋ってるうちにその人の、はいまあ、素性がちょっとずつ分かったんですよ。はい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 、まず名前、はい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 、名前なんていうの、うん、もうそれも発表しようと思ってこのラジオフリデーでまあ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 、特定してやろうと思ってフルネームじゃないければね、うん、その人の名前は、はい、カエルちゃんです。カエルちゃんですって言ってたから多分カエルちゃんだと思って、ね、カエルちゃん一回もう収録止めましょうかこれもう続けます次に、ええ、職業、はい、ドルルルルルルルンちゃんキャバ嬢って感じ、王道的な感じね。よかった職業変えるじゃなくてそこまで言ったら ね終わってますね。両生類ですって両生類ですで、次に年齢、はい、はいはいじゃん見た目はね、はいまあ、せいぜい出て荒さもかもうちょっとぐらいかな結構若い感じでした、ねはいはい、でもその人が言うには、はい、42歳です それは嘘だろうと思って、うんそれは嘘でしょで昭和で言ってみないとしたら51年です、うん、おお3つ下あ合ってますどういうことと思ってめちゃめちゃもう宇宙人感出てきてるわけですよ、うんうんねうんうん、でまあまあそんな会話こんなで一通り会話落ち着いてはい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 そろそろいいでしょうと思って、じゃあ帰りますわっつって、はい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 、家路に着いたんですよ、はいはい、ずっと追っかけてくるのその子は、まあ、待って待って待ってっつって、うん、でもう一回どっか道路脇の、うん、あの
パイプみたいなとこ、はいはいはい、ガードレールね、みたいなとこ座って、はい、いやいやちょっとあのもう帰るよって言ってんだけど、うん、もうあなたのことが好きになったから電話番号教えてくださいって言うわけですよ。おお、そう、おお、いやでも、うん、教えられないじゃないですか、はい、だからまあでも彼氏がいるんだったら、うん、それはちょっとごめんだけど、ね、教えらんないよって言って、ね、正当な 理由を言って、ね、はい、うん、だからちょっとごめんねっつって帰ったわけですよ、うんうん、はいはい、で道路を渡って、はい、じゃあねっつって急ぎ足で、はいはいはい、どういう逃げ道があるかなと思いながら、はいはいはい、こう帰ったんだけどまっすぐの道しかなくてこう早歩きやったら時々振り向くと、はい、ずっとこうやって手を振ってるわけです、こうやって、はいはいはい、バイ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 、はい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 、でしばらーく行って後ろ向いた時に、はい、あの別についてきてなかったから、はいはいはい、ああ俺終わったと思ってよかったと思って、はいはいはい、でもなんかそうもうこう言っちゃなんですけど、はい、もうこ怖いから、うん、特に2階の角部屋に住んでる私、部屋のカーテン全部真っ白なんですよ。はい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 、はい、だから次の日ね無印行って、はい、あのネイビーの遮光カーテン一式買ったりしてで次の日来なければもう大丈夫かなと思って。そうですね、うん、うんうんうん、まあでもそんなさ宇宙人との出会いだけど、はい、どことなくこの話ってちょっとあれかなと思って純文学的なのかなと思ったんですよ。いいえいやいや、まあ、話だってさ、そのさその自動販売機の前で座って喋ってる時とかもさ、うん、もう泣いちゃったりしてさ、お兄さん、はい、鼻かんでいいですかっつって俺がその日もらったばかりのねラグビーの景品の T シャツとかでズバーッと鼻かんだりするわけですよ。ほんでトミーさんただ怖いそんで唾をべちょべちょつけ出して、はい、その日のラグビーでできた擦り傷にそれをべちょ塗ろうとしてくるわけ。そのカエルちゃんが、そのカエルちゃんがトミさんの傷に、傷口にそういうのちょっとちょっとってね、危険なことをしてくるわけですけど、はい、でもこれってやっぱちょっとさ、うん、純文学的なのかなと思って酔っ払ってる人って、はい、多分俺の予感だと、はい、予想だと、はい、何にも覚えてないと思うのその人、うん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 、もう酔っ払いすぎてて、うんうん、だからそれって宇宙人なのかなと思って、宇宙人と僕出会ったんだなと思って、宇宙人かもしくは、うん、ものすごいピュアな状態の人間と会ったのかもしれないですね。ああそれは手のつけようのない感じです、ね、ものすごいピュアな状態、なるほど、うん、まあ何にしてもあれですね、夏は宇宙人の季節だねとさ、はい、こんな話をしたと後でなんなんだけど、はいはいはい、でも俺こういうね、はい、ぶっ壊れた登場人物が出てくる歌、世界観って、はい、結構好きでもあるわけですよ、はいはいはい、よくよく考えたらそんな歌ばっか作ってたなと思って、ああ、うん、だそういうのをまあここでかけてみてもいいかなと思って、そうですね、うん、うん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 、でその昔作ったね「スカートの裾」っていう歌をちょっとかけてみますね。はい、途中で転んだら
で、まあ、その宇宙人との会合の後にね、はい、あの家帰ったら玄関の前に、はい、びっちょびちょに溶けたアイスが青春だな。